代表戦のルー、はい、赤さんに持ってみたら何してんだ面白いですね。いやいや、そういう応援すごいと思う。多分本当右目が利き目か、左目が利き目かで分かれるぐらい僅差です。では、代表の MC は変わらずということで、では先攻後攻のじゃんけんをお願いします。では先攻リュウキ、後攻ダーキー、16小節日本勝負いきたいと思います。準備の方よろしいでしょうか。ではいきます。先攻リュウキ、後攻ダーキー、レディーファイト。あわゆゆけ愛、負けても後悔ない、この後悔の旅路をただ楽しみたいだけ、重ねていくバケ背中忍ばせ、ただ加えてくれ今はビーチスなぜ DJ にピックアップ送り、俺たちは長い旅路を送る、ラストのバトルとか関係ねえが最後があんたでマジ良かったぜ。だけど俺はバトルも恨んだし、バトルもクソほど好きだぜ。別に今この先がどうなろうと構わねえ、俺は周り仲間たちも連れて上に上がるビッグチーム、yeah、俺は変わらずひたすらもう16のに正直言うと疲れちまったよ。だけどその疲労を消してくれるぐらいの声を上げてくれよメール。いくら周りに何言われようが貫くって実は難しいよな。2019俺とお前はバトルで上がっていった、お前見ると俺を思い出すぜマジで。照らし合わせてるわけじゃねえけど、後ろに俺が昔の自分が見えてきたよ。16の2が短け疲れた、そんなこと死んでも絶対吐くんじゃねえぞ。お前がバトルやめるっていうツイートを当日のこっそり見たんだよ。俺もやめようと思ったけど、もっと二人で売れていずれまたここに立とうぜ、yeah。 俺はみんながバトルやめていくのがマジでつれえんだ。なんかファンとかリスナーに負けたような気がしてマジでつれえんだ。俺は全部納得させ今日結果で返す、yeah。 確かにそう思うかもしんねん、俺はバトルをやめるわけじゃねえ。今は周り仲間たちと音源作って上に行って、俺がでかくなった時に正社員さんとかに恩返ししてんだよ。だから戦ってるし、あんたのやること、いろんな道のりがある。俺たちはクソみてえな川越の役中がイベント、そんなのは関係なく今だって進んできてるだけだ。俺もクソみたいによれていた時期もあるし、だけどそれを正してくれたのはこの音楽であって、音楽でいろんな人に食らった分、逆に音楽で食らわしたい側になりたいんだよ俺は。マジで本当にいろんなこと思うけど、あんたが俺のことを見てくれるのもわかる。俺もあんたみたいにかっけえ人になりて、ラッパーとしてじゃねえ男としてだぜ。俺もそう思う、俺はラッパーとしてかっけえより一人の男としてかっけえってなりてえって思って、ラップを始めてる。ラッパー付属品じゃねえ、俺たちが二人主人公だぜ。脇役でもいいって言うけど、やっぱ脇役じゃ物足んねえよな。男になった以上、ヒップホップを選んだ以上、そのタトゥーがお前の証明だろ。俺はタトゥーは人生の逃げ道じゃなくて覚悟の絵文字だと思ってるよ。いやけど俺にもタトゥーが入ってる、親からもらった日高大地って名前とダーヒーって名前だ。俺のダーヒーって名前の由来は俺の兄貴がつけてくれたんだ。お前にも兄弟いるか家族いるか仲間いるな、死ぬまで大切にしろよマメ。終了。いやめっちゃいいバトル、マジ泣きそうになりました。では、どちらかに、判定をつけたいと思うので、皆さん全力で手の声を上げてください。ではいきます。先攻リュウキ、後攻ダーヒー、勝者ダーヒー。リュウキにも大きな拍手をお願いします。そして DWK 勝ち残りでございます。アダルトリオの3人も本当にもう一度アダルトリオの3人に大きな拍手をお願いします。なんか一言ずつありますか。
と俺の CD 今日持ってきてるんで、リュウキヤバかったと思う人どんだけいますか？そしたら俺らネクスト、俺負けちゃったんですけど、ネクストライブかっこいい音楽作ってるんで、みんな物販やってるんでぜひチェックしてください。ありがとうございました。はじめまして、誰と思うかもしれないですけど、ジャスターっていう大阪でラップしてるんですけど、先月 EP 出して、今月もライトっていう友達と EP 出すんで、よかったら聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございました。今日こういう場をコロナの中で、ありがとうございます。後ろ のなんか変なミロボールみたいな立ってるところの下で物販売ってるんで、よかったらみんな買ってください。本当にありがとうございました。リュウキありがとう。リュウキありがとう。いや、スピンアップアドルトリオネクストレベルのライブもマジでヤバかったと思うんで、ぜひ CD チェックしてください。そしてジャスターもめっちゃかっこよかったです。第2試合、DJ アシオン、レディーファイ。俺は精子よりもスペルマじゃなくて命かけるタイプ。ポエトリーはよく言う色とりどり。やめろよ上げ足取り。マジでつまらねえ。俺はしっかりとブラック、それを体験するだけ。そこも分かってね。お前の死の世界をしっかりと聞かせてくれ。俺が今どこで死の話したんだよ。ポエトリーの話とか俺どこでしたんだよ。ネタ準備でも上げ足取りでも何でもいいけど、戦国の看板上に上げた張本人だぞ。ポケモン相手じゃねえって。マジで今日はここが立つわ。最低条件目指してるのは山の頂点。99年式にメンバー2度目の挑戦。 Yeah Yo、 だからさ、過去上げたから今も上げてくれ。一旦に連覇、俺が We are danger。 喋ってるだけのやつ負ける気してんじゃ。この場所デンジャー、ラップして見せてく。今さ、まさなきゃ意味ないの。その場所君が声、フィジカルのボイス、俺がデスボイス。この場所ゲームオープン。シロです。判定をいきたいと思います。1番がレボーショナリー、レボリューショナリー。2番がディーサガ、3番がダーキー、4番がカッパです。いきます。レディージャッジ。3-3-3、勝者ダーキー。レボリューショナリー、ディーサガ、カッパにも大きな拍手をお願いします。第2試合勝ち抜きはダーキーです。はい、ということで、来ていただきましたアダルトリオ、よろしくお願いしま す, しします。アダルトリオはこの名前はすでにあるもの？いや、ないです。誰がつけた？はい、どういう？なんか、LINE で、はい、なんかこうチーム名決めようみたいになってた時に、はい、全く決まんなかったんですよ、はい、その1週間ぐらい、はい、で、なんか、俺らもうすぐ成人だねみたいな話してて、はい、アダルト3人のトリオ、アダルトリオしかも3人ともポケモンのダグトリオが好きなんです。ああ、
そこ大事よ。そこはもう一番の決め手というか。はいはいはい。やってないんだ。ありがとうございます。ディグダは？ディグダはちょっと違う。あ、違う。進化した。そっかそっか。そうだよね。やっぱ3人でだもんね。そうそう。うん。それはわかる。はい、で今聞いたんですけど、どうやらジャスターとフェイマスが初対談。そうです、初です。でも大丈夫。大丈夫です。信頼できる。できます。あの、ね、リュウキから紹介してもらったんで、はいはい、問題ないと思います。ってことはリュウキの2人をつなげたんで、中心的な役割に。いや、ラス。ジャスター。これは中心になるのはジャスターです。そうなのね。はい。はい、なんかもうそういうなんか印象的な出来事みたいなのが。なかったっす。ない。けどなんか話したりして、やっぱジャスターがまとめる。いや、あ、一緒的な話はジャスターに行きましょうか。はい、ジャスター。ラップうまいし。あ、はい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 。ラップうまい。あ、みんな、あ、まあでもあれだよね。こいつうまいな、こいつなら背中任せられるなみたいなことだよね。そうです。そうっす。はい。ってことはやっぱ今日は、まあまあチームによって変わる、相手によって変わるだろうけど、対象は、まあジャスター。違うよ。リュウキ、それはジャスター、じゃあリュウキってこと。なるほど、まあ、はい、今決めなくていいんですけど、はい、フェイマスではない。あ、違います。違います。そうなんだね、はい、はいはい、で、相手が17回で、そうです、はい、何回？15回です。15回。16、17、あ、一緒なんだ。そうです、まだ出てなくなっちゃった。はい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 。じゃあ、同期でもあり、先輩でもある。コロナがあったら、多分もっと仲良くなってくる。あー、なるほど。じゃあ今こんなことしてなんで、とりあえず今日は適当して会いに参るということですね。え、ジョスターは17回。あー、幻の方。そうです、こっちです、こっち側す。あ、じゃあ15、16、17、17ということで、じゃあまあ終わったら仲良くなれるといいな。そうですね、はい、とりあえずは、まあ、目の前の敵をぶち殺す。はい、もう、もう、もう行きますよ。やっちゃうんですよ。それは、今、それはもう、そうだよね、今そんな目してるもん。そこにいるんだ。そこに。とりあえずもう、ソフトドリンクを何杯もおごる。そうだよね、ソフトドリンクをね。はい、そうやって行くんだ。わかりました。じゃあ、あとはあれかな、でもほら、まあ、どっちかが勝つとしてさ、当然負ける気はないだろうから、その後の試合も見ていかないといけないんですけど、まあ、予選勝ち上がりチームが次に出てきます。シード。まあ、でも、その、ね、全部出る中で、藤子くんのチームと、はいはいはい、二名くんのチームが、うん、ちょっと、まあ、当たり立てな言ってたんですよ。なるほどね。とりあえず、1回戦のこの、大きな山場を越えたら、はい、ちょろちょろちょろって、おー、で、決勝でそのどっちかが出てくるみたいな、はい、今日はマジで5回戦ボーイスだった。おっ、マリー 1、2、3、4、優勝。はい、優勝っす。おめでとうございます。おめでとうございます。っていうのを、じゃああとは3時間後ぐらいにもう一回同じ話ができるということで、頑張ります。頑張ってください。じゃあ、まあ代表でも3人でも仕事をいただければ。はい、ジャスさん、お願いします。よろしくお願いします。アダルトリオ、マジで、見せるんで、何が見せる？アダルトなところを3人で見せるんで、チェックしておいてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。アダルトリオのお三方でした。よろしくお願いします。はい、ということで、予選のチャンピオンチーム来ていただきました。クラッシュが優勝したということで、ね。まあ、まずはじゃあ聞きましょう、チーム名。 DWK です。 DWKD K K K か、なるほどね。D ダボ K、 はい、ありがとうございます。わかりやすく言いますね。さあ、優勝しました。はい、大変でした。すごかったね。喉痛いっす。喉痛いっす。満身創痍でしょ。満身創痍、今年最後だと思って。あれ、あ、そうだ、相手いた。いや、なんかそんな悔しくはないんで。はいはいはい。あれやられちゃったらみたいな。あれな、ほんとさっき言ったけど、完全に リバース目の頭で優勝してるの。いや、マジそうっすよ。まあ、セッタス。一回優勝したの。一回優勝を取ったっすよ。うん。全然もう離さない状態だったの。よく持ってったね、あれね。順番っすね、マジで。あれはまあ、さすがに大品ももう、仕方ない。たまにあるやつです、ね。うん、でも順番、まあ順番も、なんだろうね、運という力というか、そうもあるし、あとはまあそこまでは優勝した代表も力あるし、そして、カジャ、ごめん、俺予選見れてないけど、いつも強いのは分かってますんで、かっこいいのはね。はい、そして、まあここはまず、まあ相方みたいなもんなんで、そうですね、もう間違いない信頼感があると思います。そして、まあ代表もね、
まあ、うまいこと溶け込みます。なんか変わったやつじゃないというか、いや、変わったんだよ。厄介なやつじゃないはずなんで。味変えたかったら。ああ、確かに。いいかも。すごいバランスいいと思うんですよね。そうだね。うん、多分、うん、そうだね、1個なんか2人の苦手なタイプとか来たら、そう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 、もう大東コロンと俺マジ差しでやりたくないんでそっかそっか、あ、4人で片付けちゃうんですよね。そうそうそう、なるほどね。さあ、そんな強みがありますので、相手がね FRS かマダラの勝者、はい、もしくは、アダルトリオ、17回の勝者。あれ、なんか選んだ頭っすね、俺たち。あ、もう決まったんだ、はい、あ、じゃあこっちなんだ、はい、だから龍騎たちか、17回の、若者たちの勝者、はい、まあ龍騎とか出てくると、まあ、埼玉対決ですね、はい、戦ったことはあるです。ああ、勝ってる。うわ、どうだろう、最近は勝ってるっすけど、埼玉の時は負けたかもしれないです。あ、だから、じゃあ分かんないぐらい。なるほどね、はい、ダーヒーはその辺は、いや、まあ、全員年下なんで負けたくないですね。ただただそうかそうか、なるほどね。あ、でも結構平均年齢高いかもね、他のローに比べて。そうです、それはじゃあもう大人の力をバチコンと見せてもね、いいと思いますね。まあ、あとは俺が余計なこと言ってもしょうがないんで予選でかっこよかったんで、その姿をまた見せてくれると思いますので、はい、じゃあ意気込みをするとですね、ただ埼玉でラップしてますかね。まあ、本戦初めてなんですけど、まあ、そうですね、一番多分上なんで噛みついてていけるかなと思います。じゃあ、まあ、予選からなんで呼ばれてなかったんで、ちょっとまあぶっかまそうかなみたいな。そろ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 来るし、そろそろ頑張ります。俺らが見えてないだけだから。じゃあ、はい、はい、まあ予選でかっこよかった、まあ、先輩2人って感じなんで、先輩の力あやかりつつも僕も頑張って、で、まあ、僕は2連覇がかかってるんで、うわ、頑張ります。そうかい、そうかい、実は。なるほどね。さあ、そんな個人の戦いもありますから、チーム戦とはいえね、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。